はい、レゴのデイトナさんの袋4つ目付け終わりました。かなりかっこよくなってきましたね。やばくないですか、このフロント、このディティールっていうかさ、細かさっていうかさ、やべえっす。超かっこいい、このフェラーリのプリントといいさ、やばい、マジでかっこいい。もうこの時点でかっこいいもん。完成したらやばいな、本当に。ここかなりがっぽり空いてるけど、なんか入るのかな、なんだろう、普通にトラック的な感じでつけっぱなのかな。まあハンドル部分もここですね、ハンドル周りもだいぶできてきましたね。まあ、次は何作るのか知らんけど、やばいなこれ。やばくないですか、本当にやばいしか言葉でん。もうこれ以上喋ることない、外装だから。もう一気にあれかな、外装だから一気にもうこっから先は全部完成させて動画終わろうかな。とくもギミなんかね、話したいことこもねえしな。あ、でもまあ、うん、いや、普通に一袋一袋終わったら取りますか。いや、とりあえずやばい、かっこよすぎる。そしてもうかなり重たくなってきた、うん、片手でまだ持てるけど、だいぶもう重たいからね。まあ、でかさはまあこんぐらい、わかるかな、この大きさ、この大きさ、ここに並べて。でもちょっとブガッティより長い、いや同じぐらいか。まあランボよりはさすがに短いね。ランボは平べったくて長いから、ブガッティはコンパクトで分厚さがあって、こいつはどんな形になるんでしょうかね、楽しみですね。はい。まあ、2分ぐらいももう喋ったから終わります。まあ、次、5袋目ですね。でももう、だいぶ時間なくなってきたんで、今日できることはもう少しで終わっちゃいますね。はい。では、次、作っていきます。じゃあね、バーイ。